はい、どうも、マークです。今回もモーダンウォーフェア3の実況プレイやっていきたいと思います。なんかね、前回結構 SPX が活躍したので、もう一回使ってみようかな。アンダーパスのハードポイントですね。ここのハードポイント、場所全然覚えてないんだけど、どこだっけな。ま、とりあえずやっていきたいと思います。さあ、どこでしょう。真ん中じゃん、これ。真ん中すぎるやろ。え、マジで？あれ当たんないの？取られてたはずなんだけど。あぶね、味方だった。あぶね、危ない。あ、そこにもいた。取りたいけど、ここ危ねえな。意外と当たるという。結構脇が硬いですね。脇が硬い。取られてる。脇をちょっとこの遠くから。待ってな、どこにいんのこれ。取りに行けないんだけど、後ろから来そうな気がする。よし よし、ちょっとでもこれ取っておきたい。反証ナイス、味方取られるでしょ。まあ取られるのは仕方ないね。あ、結構左から来てるね。もう何振り構わずいった。あぶねえ、中にいるね、これ。よし、餌入れたけど、あ、味方、しっかり点取ろう、拠点取ろう、拠点取ろう。狭っ、ここ。いやいや、そりゃ死ぬでしょ。狭っ。あんなちっちゃいなの。次のハードポイントはこっちだから。どうしようかな。ちょっとまだやめよう。当てやすい。なんか、やっぱりインヒビタより当てやすい。うん、当てやすい。覗くのもね、そんなにね、遅くはないけど。ちょっとここで使おうか。みんなここに集まるでしょ。で、ちょっと時間を置いてから巡航ミサイル出そう。多分みんなそう走ってたもんだ。おい、ナイス。いいね。あそこも当てたかったな。で、ここで巡航ミサイル出すと。なんか左側にめっちゃいるけど、こっち。はい、ダブルキル。でも拠点取られてるからね。あれ、部屋の中でしょうね。よし、よし、ナイス、ナイス。なんで反射なの？危ない。非常に危ない。弾出なかったんだけど 弾出なかったんだけど あれ？弾なかった？あ、惜しい。あ、でもやっぱ久々に使ったけど、武器がいいっていうね。ちょっと拠点に入ってなかったんで入りましょう。これあれかな？人数いっぱいいる方が稼げるとかそういうのではないのかな？単純に。うわ、近っ。一人入ってれば同じスピードで上がっていくのかな、あれは。ちょっと、もう、諦め。あー、やられた。サプレッサーの中なのかな、これ。単発の。どこだ？あっち。
私の部屋の中かな。開けてもいいな、ちょっと待って。やられたー。 UAV 落とせるけど、ちょっと視界が悪い。ちょっと待って入りましょうか、まず。こっちね、こっち側ね。ナイス。なんかこっちから来そうな気がする。こっちに背けたいとこ。で、グリーネル置いとくと。レーザーついてるからね、覗いておきたいけど、バレるんだよな。来るよ、多分あの人。こっちに。おわべ、びっくりした。来ない。来ないなら行くか。あ、来たじゃん。タイミングよ。来ないでしょって言った瞬間になんで出てくるんだろうね。タイミングが悪い。え、マジ。当たんない。マジ。よし。もう一人。外したー。今の SE で。よし。ちょっと貫通狙いで。やられたー。全然当たんなかった。次のハートポイント。あ、あの狭いとこか。嫌なんだよな。なんであんなにちっちゃいの。もうちょっと広げてくれてもいいのに。小さすぎるでしょこれ。こここそ盾だよね。こっちスモーク焚いてちょっと見えなくしとこう。こせる。よし。取れる。あえて味方入ってんだったら、あえてここで待つっていうのもあり。デコイがね、すごいシュール。ここで待つっていう。どうせ来るんだろう。まさかこっちにいるとは思わないでしょ。よし、勝った。行こう行こう。ナイス。うわぁ、ちょっと迷ったな。なんかめちゃくちゃいる上に。ナイス。よし、間に合った。よし。通りすがりの。一発でいけるか？バレたよ。よしよし、いいよ。SAE まで来ました。はいはいはい。いいね。めっちゃキルチューになってるけど。さあ、ちょっと SAE まで出そうか。この辺かな。いいね、味方ナイス。なあ、やられた。結構良かったね。さあ、行きましょう。巡航ミサイル。これ見える？ああ、ギリギリ。当たれない。あの隙間に入るかなと思ったんだけど。ここ危ないでしょ、普通に。突っ込むか。あ、待て。脇にいた。うわ、撃てなかったー。肝心な時にね、指がすくんで。やばい。で、次の取ろう。
すぎなんだろう。これをちょっとだけでも取れれば、そっちか、ドアの方かなと思ったんだけど、まあ近い、まさかこっちから来るとは。真ん中これ多分ね、ちょっと取れば勝てると思うんだよな。死ねー。スモーク投げて、グレル投げて、死んで、ちょっと近くにいたね。やられた。巡航ミサイル絶対あそこじゃん。よし、勝てる。よし。結構ね、頑張ったと思います。拠点ちょっと途中全然入れなかったけども、キルの方もできたし。ということで最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、評価いただけると嬉しいです。じゃあ、さようなら。